大好きです。せーの、東京カイカイチャンネル。いやいやいや、毎日18時30分公開、東京ときめきチャンネル。どうも、レポーターの矢島彩人です。今日も早速渋谷の女性にインタビューしていきます。今日のインタビューはこちらです。大きいのが好きです。あ、大きい方が好き。小顔に見えるし。あ、自分が大きい方が好きです。自分より顔ちっちゃかったら嫌や。嫌や。小さい男子です。なんだ、自分も小顔になんなきゃって美意識が上がるからです。私も小顔がいいです。大きいよりは小さい方がなんかスタイルもよく見えるから。相手の顔が大きければ自分が小さく見えるなんていう効果を期待しないですか？なんか私そういうので努力する人じゃないんで普通に小さい方がいいよね。そうね、小さい男子よく、なんか触りやすい。大きい男子はどうしてダメですか？怖く感じるから。小さい男子、小さいのなんだろう、スタイルがよく見える。顔の面積、小さい人。俺無理じゃね、でけえもん、でけえもん。そんなことないよ。小さい男子、顔が大きいよりはいいかな私も小さい方が好きです。はい、私顔小さい人が好き小さい方がいいです。小さい方が整って見えるから小さい方がいい。スタイルがよく見える。動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。お願いします。韓国かヨーロッパロシアとかスイスとかフランスとか東京ミックスドリンクカミングス。